この北朝鮮のこの先週ちょっとねこれねちょっとお誕生日会って言ったんでちょっと間違ってました。このキム・ジョンイルのこのね衰退っておそらく多分就任した時のなんか記念祝典みたいのがあったんですよ。もしかしてそれって記念式典、就任、そう就任の多分記念式典っぽいですね。あ、先週ちょっとお誕生日会って言ったんですけど、お誕生日会じゃなくて、ね、これに出てた参加されてた方が、はい、政治家でこんな人がいますという感じで、土井貴子さん、野中ひろむさん、はい、そしてね、堂本明子さんに、それからですね、はい、鳩山由紀夫さん、石井はじめさん、で、あのデンさん、このデンさんですね。それでその下のところにその地質調研究のこの小上局長がいたと。さらにこの森田光雄さんというのはこの創価大学の教授もいるわけですね。すごいね。もうね、そうそうたるメンバーですね。そうそうたるメンバーですね、これ。なぜか、でもさ、これさ、今考えるとなんか全部つながってるなってすごく思ったんで、これ。これなんかすごいつながってますよね。つながってるんですよ。で、さらにこの、小上健一さんの上のところにいるこの津和恵子さんっているじゃないですか。この方、はいはい、この方ね。あ、日本婦人会議会長、そうそうそう、大島さんもいるんですよね。で、これのね、そう、この方はね、このかつてその女性国際審判法廷っていうのをやってた人なんだけど、はいはいはい、これ2002年のね、この小泉政権を訴えるこの有事法案にこう反対するこのところ呼びかけた人にもなぜかいたんですね。出てくるな。出てきましたよ、はい。でもね、すごいのがこのミキさん。ミキさんがいるよ。ミキさん、ミキさんの極人の方がですね、なぜか。なぜいる。なぜかいるんですね。なぜなんでしょうか。まあっていうのを、まあ、先週の放送をやってたんですね。簡単に言うと。うん、で、さらにこの写真よりの新たな、このなんて言いますかですね、新たな、こう写真が手に入りましたので、ちょっとそれをちょっとねご紹介したいと思いまして。まだ写真あるの。写真があるんですよ。これが不思議なことにですね、さっきの だって北朝鮮行ってなんで日本語が読めんやろと思ったもん俺。でしょ。でこれですよ、こちらでございます。はい、2年この4月にこれ完全スナップで、このこれさ、グさんがここにいるんですよ。これですね、はいはいはい、ここにいますね。これグさん、これ後ろ何やってるんですか。この後ろ、この後ろさ、すごい気になるでしょ、ものすごく。これ更新ですよね。はい、実はこれこういったこのあれですよ。これは軍事式典の更新ちゃいまんの。はい、そうです。軍事式典のリハーサルですよ、これ。リハーサルのところで堂々とスナップ写真撮ってんですよ、この人たち。どんだけビッグ対応ですか、これ。こんなの普通の人がやったら捕まりますよ、こんな。でも全然、オッケーオッケー。顔パス。顔パスですよ、だってこれ。あ、許されるんだ。いや、だからこれ許されるって相当な、多分ね、何、いや、お金持ってんなんね。そう、これってもう完全にもう側近ぐらいまで行ってもいいぐらいの、うん、そう、てかお金でしょ。そう、お金ということは、その子にあるお金はどっから集まってるってあれですよね。そう、で、これね、もう一枚これですよ。綺麗ですね、それ。やってるんですよ。ほら、ここにさ、なんかね、金正日のさ、この満面の笑みがこう浮かんでるわけですよ。そう。すごいでしょ、これ。すごいな。こんなの普通撮っちゃば、さ、撮ったらさ、確実アウトじゃないですか。まあ、うん、まず、日本に帰れないですよね、普通は。普通、でも帰ってくるんでしょ？もちろん普通になんか何の気なし、何の問題もなく帰ってるんですけど、しかもこれ、在日本のこの商工会のある一時まで、これを自分たちは行ってきました、イエーイみたいな感じで、うん、ホームページで出してたんですよ。その出してた写真が、誰か魚拓取って、その魚拓をこう掘ってきた人が回り回って私のところにちょっと来て、実はこんな写真あるんですよって。あ、じゃあちょっとこれ、って感じで。すげえな。そう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 。
いや俺もこのぐらい掘りたいわ。へー、そういうのちょっとね、あのエージェントがいて、はい、でまああとね、ね、当然その市民の党のさ、あのボスの方でですね、酒井さんって、はい、皆さんご存知ですかね、酒井武さん。俺はちょっと分かんないですけど、はい、うん、そう、酒井武さんは民主の党のボスです。あ、あの、市民の党のボス、あ、酒井武かな、うん、で、斎藤正史ね、別名、はい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 、酒井武か、はい、この方のね、ちょっとね、実はね、同じ練馬区前だったんで、ね、路線は違うんだけど、ちょっと成増の方面のところになんか、どうやら、ね、お住まいがある、あるということで、散歩してきたんですよね、ちょっとね、お散歩してきたんでね、ちょっとね、その様子を、ね、あれでしょ、最近、流行ってるから、ジョギングでもせんと、ちょっとメタボラカがね。だからね、そのためにこう散歩しなきゃということで、この下赤塚っていうところのね、とあるところにですね、まあ、こんなところをこんな、いいマンションに、住んでいらっしゃいましたね。これ散歩か。そう、ぶらり、ぶらり途中下車の旅ということでね。はい、ぶらり途中下車して、たまたま撮影したんですよね。たまたま撮影した。なんか、あ、なんかいいマンションあるなってことで。いいマンションあるなと思って。そうそうそう。そのマンションが住む方が、たまたま住んだ。たまたまなんか、で、ね、電柱とのツーショットですね、これね。電柱、はい、ここっていう。そうそうそう。おやおや、ジェキュールさん。なんかこのタガラのこの 2-42 って似て、これ何なんでしょうねって話でね。ここ。そう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 、だからそのここっていうのがすごい悪かった。そう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 、ここってね、そうだからね、偶然これ指してるだけなんで、別に意味はございません。何の意味はございません。この看板と、このマンションには何の関係もございません、はい、何の関係もありません、ね、はい、何の関係もございません。ここって書いてある、はい、ここですから、別にここが何を意味してるかなんて、そんなんね、私たちには関係のない話ですよね、うん、ない話、何の関係もない、ここって、はい、本当に看板に書いてあるんだけど、これ何もしてないでしょ。そうそうそう、なんでね、看板にここって書いてある、書いてあるんだ。いや、イメージじゃないですよ、これ。そうそうそう、看板があるんだ。そう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 、あくまでイメージ写真なんだよ、これ、うん、で、なんていうかですね、この、なんかね、第二グリーンハイツっていうなんかマンションみたいですね、どうやらね。ああ、こちら。あら、すごいですね。ですね、そういうところに、散歩してて、たま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 ね、なんかあったらね、なんか、どうもなんか、酒井さんが住んでるみたいですね、なんかね。たま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 ね、はい。んで、いいマンションあるなと思って、自分で住みたいなと思ったんですよ。でもね、この住所は、公開されてるんですよ。選挙管理委員会のところの MP デーのところで、借入金のところで住所がちゃんと書いてあるんで。あ、はいはいはい、うん、そう、実はインターネット上っていうか、その工事情報の中に書かれているんですね。うん、第2ということは、これ第1もあるんですか。多分第1グリーンハイツもあるんでしょうね、はい、第1、そうそうそう、酒井さんね、ね、勉強しますって、引っ越しの酒井ということですね。そう、引っ越しはされてないみたい。なんか、あ、どうも、勉強もされへんでしょうね。そういうことなんですよ。いつの間にか10分切ってるのは何ですか、これ。あ、もう、あ、そうなんだ。あ、でも大丈夫、1時間半多分あると思うんで。うん、どうなんだろう。すごい、ちょっと待ってね、充実な散歩してきましたね。だけど、そうですね。じゃあそんな感じでです。あ、どうも広告ありがとうございます。ございます。で、あとね、もう一個ね、ちょっとね、この日はね、ちょっと大久保も行ってきたんですよ。大久保まで、やっぱり散歩ですか。散歩ですね。充実してますね。文化センターアリラン、はい、こんなところにちょっと行ってきました。はい、文化センター、ね、大久保ね、共生の街大久保ということで、在日と日本人の出会いの場、出会いの場ですね。はい。出会いか。で、ここの高麗博物館っていうところがあるんですね。はい。ここ、そんなとこさ、出会いの場って俺、そんなとこ行きともないわ。はい。でね、実はね、でもね、結構ね、韓流ブーム、嘘嘘って言ってるけど、ここにいると、本当にね、日本人のね、韓流の女性の方がね、結構ね、駆けつけてるのを見てね、マンダムって感じではあったんですけど。韓流のおばちゃんたちですか？いや、わかんないですけどね。じゃあ、まあ、いや、女性の方です。女性の方です。はい。あ、
おばあちゃんじゃないんですね。いや、お年はある程度いった。あ、そうです。はい。大丈夫です。え、大丈夫です。極人の方です。極人の方です。はい。極人の方です。おばあちゃんで大丈夫なんで、はい。ね、それ、BS とか見てある人ですかね。うん。でですね、そうそうそう、あくまで女性ですから、はい。あくまで女性。まあ、そういう方がね、実はあって。で、まあ、このね、ところで、その、高麗記念館って中に入ったんですね、私。高麗って、なんか字がなんか嫌な予感するんだけど、ね。そう、高麗は、高いね、高麗人参の高麗ですね。高麗博物館っていうのがございましてですね。ちょっとこれ、ちょっとアップしてみましょうか。はい、高麗って、いやー、嫌な字、はい、そう。高麗博物館。ね。絵はがきで見る朝鮮、1945年まで。入場料400円、取られてしまいました。400円払ったんですか。まあでもしょうがないですよね、中に入らないと。だっていろいろ実はね、もう大体のものは取ってきましたね。知る朝鮮って書いてあるんですよね。はい、知る朝鮮、絵はがきで知る朝鮮。はい、でこの中にあったね、資料集でね、まあ30ページぐらいの薄い本があったんですよ。うん、でそこでちょっとね、結構ね、そこでね、ほら、大阪市の生野区の戦前の朝鮮人集落の写真とかがある、なんかそういうのがあったんで、ちょっと、はい、あ、これちょっと欲しいなと思ったんで、まあ、その彼らの作った同人誌をね、うん、薄い本をちょっと買ったんですけど、ちょっとお高かったんですよね。いくら出した？なんとね、1000円してました。1000円、はい、結構ね、1000円もらっちゃったの。この前ちょっとなんだっけ、古谷さんと呼んでね、うん、高いねこれって。そう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 、っけ、まあ、とりあえずそうそう、ぼったくりだけど、でもなかなかその集落の写真ってないじゃん。うん、うん、てかその1000円が北朝鮮に行くんですね、うん、そう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 、まあ北朝鮮に行くのがね、まあでもね、でも一応なんだっけ、そのなんだっけ、そのいろんなその芝、ほら、芝エビで有名な芝浦とか、あそこら辺のところの集落の写真とかもいろいろあるんで、はいはい、そう、だからね、これはね、これでね、今のうちにそのなんだ、証拠として押さえとかなきゃいかんってことでね、これをね、1000円で証拠を買ったと思ったり、そう、取材ですよ、これ、取材で1000円で、ああ、そうか、なるほどね、これで中で見たら、何か載ってるかも、あとでそんなの作ったことないって言っても、俺、持ってるよって話になるから。うん、そうですね、そうそう、ちゃんとうん、そう、うん、証拠保全と考えれば、まあ、うん、1000円も、うん、そうけど美味しいご飯食べられますね。そうなんだよね、経費で落ちないんだよなこれ。まあでもしょうがないね。あとでこれちゃんと綺麗にスキャンして、綺麗に綺麗にスキャンして、皆さんに綺麗に PDF でご覧になれる、PDF でいただく、皆さんで閲覧できるようにしていきたいかなって、一応前日本の中で公開していこうかなと思ってます。すごいですね、これ、まあ、うん、資料ですからね、あくまで。そうですね。で、あとその反日記念館のところにあるその日韓併合時代のそのいろんな写真があったんですよね、はい、あれもね、ちょっとね、100ページまで50枚ぐらいちょっとコピー取って、はい、いろんな、そう白桃さんとか、はい、あとその水泡ダム、はい、石松建設が作った水泡ダム、あそこら辺のやつとか全部ある程度取って、ね、取ったんですか、うん、てかさ、その国にさ、韓国にさ、うちの子供行くんですよ。あー、残念ですね。で、ちょっとね、修学旅行で、あら、それはよくないね、うん、あ、今日は私とタキオンさんでやってます。で、中にまあこういう風な資料、まあパネルがあって、ちょっと1枚だけですけど、こんな、うわ、いや、行くのやめさせてって、あと、ね、うちのね、子供ね、すごいですよ。いや、俺が返せたけしまん言うて、借りて持って行かそうかなと思ってるんですけど、うん、それダメですか、ね、あ、修学旅行なかなかね、いいかもしれないですけど、大変なことね。で、まあこの当時のなんかなんか、あら、そうこういうその資料が、嫌な予感しかしないで、まあいろいろあるんですけどね、問題なのが、
問題なのかというのはそこにねいたねその多分おそらく日本人であろうねその黒人の方ね黒人の方、はい、黒人の方のねお子さんを連れてね、うん、その子供にチマチョゴリを着て写真を撮ってるんですよ、あらららとか思ってね